今週の海と日本プロジェクト。舞台は利府町の沿岸部須賀地区の民宿ハーバーハウス要。松島湾で釣りやマリンスポーツなど自然との触れ合いや学びの機会を提供している体験型宿泊施設です。続々と家族連れが集まってきました。この日開催されたのは遊びを通して海の楽しさと大切さを学ぶ体験イベントで、県内外から22人の親子連れが参加しました。今日まずやる内容なんですけど、海のクリーン活動ですね、海と松島湾なんですけど、無人島は220ぐらいあるんですけど、そんなにあるんだ。無人島220あるんですけど、浜の数はその3倍ぐらいあります。今松島湾でもプラスチックゴミとかね、ビニールが本当に多くて、深刻な問題となってました。無人島への冒険に胸を躍らせ、出発の準備を整えます。ライフジャケットの正しい着方の指導も行われ、海で安全に遊ぶための知識を深めました。6月、都内で開催された水辺の危険に関する正しい知識を広げることを目的とした海の備えシンポジウム。ここでは水難事故対策の現状や課題、着用率が低いライフジャケットの問題点について意見が交わされました。安全であることと、楽しかったりとか、可愛かったりすることって別に分けておく必要なくて、はい、なんか両方叶えられるものが作られていくんじゃないかなというふうに思っているので、なんかね、そういうものが増えていくといいなというふうに思っています、はい、安全対策もバッチリ。松島湾に浮かぶ無人島へいざ出航。橋を抜けると日本三景の一角をなす表松島と呼ばれる海が広がります。いや、いい天気ここは島々に囲まれているため、一年中穏やかな海なんですって。はい、アドベンチャー、まもなく上陸ですよ。アドベンチャー、今回の目的地、松島湾の島の一つ大入島。桜井さんは松島の美しい自然を守るため、毎月無人島のビーチクリーン活動を開催しています。おいおい、結構落ちてるんで、こんな感じで、ほら、これこういうのがね、やっぱり水からどんどん行くから、ね、行くからどんどん来ちゃうので。参加者みんなで力を合わせ、楽しみながらも真剣にゴミ拾いに取り組みました。プラスチックゴミにはプラスチックゴミが多いとはよく聞くんですけど、実際にこうやって来てみると、あ、やっぱすごいこうやって流れ着いてるのいっぱいあるんだなっていうのをすごい感じます。人数がやっぱり集まればすごい早いなと。やっぱりみんなの力があるとね、どんどん日本の海も良くなっていくのかなと思います。そして松島湾に浮かぶ桜井さん自作のイカダで、大人も子供も関係なし、お待ちかねの水遊びです。自然には危険はつきものですが、海の楽しさは無限ですと語る桜井さん。もう気持ちいいです。もう小学校の時からずっと同じことしてますね。50年間同じことしてますね。自分も楽しみますけどね。人を楽しませるっていう仕事をやりたかったんです。さらに子どもたちは松島の伝統漁法、追い込み漁にチャレンジ。竹の棒を使って海面を叩き、魚を網まで追い立てます。ここ一番魚いるからね。ここからね、大事ですよ、一番魚いる場所。さあ、どんな魚がかかっているかな。キラキラしてるよ。おーっと、ほら来た。気持ちいい。キラキラしてるよ。
子供たちにはやっぱりこの環境さえ良ければ魚はどんどん多くなるし、まあ取るだけじゃなくてね、育てることも考えて、そういうことを学んでほしいですね。海のレジャーが盛んな宮城県、海を楽しむために備えの気持ちを再認識再確認してみてはいかがでしょうか。ただ肝はですね、やっぱり私たち利用者がきちんと自分の身は自分で守る、こういうその、まあ、知見とこのスキル、こういったものをちゃんと身につけるということがまずは大事なんです。海と日本プロジェクトが推進するアクションを通じて、皆さんも一緒に大切な海を未来へ引き継いでいきましょう。